さあ、いよいよここからは。うわぁ、きれい。どうやらこの先のフィールドは滝と古群がテーマになっているみたいだな。幻想的な景色だね。湖の水も透き通っていてきれいね。向こうに立て札があるよ。立て札？何かしらね。打たれ強き者にこう。打たれ強きってやっぱり滝に打たれる強さのことよね。つまり滝行すれば何か起きるみたいだな。幸運が降り注ぐということは幸運バフか。ありえるわね。これもクエストなんでしょうか。だとは思うけど、滝に打たれるだけでバフがつくならかなり良心的なクエストだよ。いや、もしかしたら4時間ぐらい打たれ続けないとダメかもしれないわよ。それは辛すぎる。でも幸運アップと言われると気になっちゃうよね。そうね、レアドロップ率が大幅アップなんてこともあるだろうし。とはいえ滝に飛び込むのはちょっと勇気がいるわね。水も冷たいし。なんで誰もやらねえのか。俺はやってみるぜ。お、さすがはクラインだぜ。男を見せてくれ。おうよ、任せときな。さてどんな結果になるか。本当に幸運バフだとしても実際は効果時間が短かったり。何考えてるんですか。分かった、切るから。どうした。なんで滝行だって言うから装備を外したら悲鳴を上げられちまってよ。男を見せるのに裸を見せてどうするんだよ。おいおい、滝に打たれるんなら裸は基本だろ。そんじゃま、装備はつけたままで滝に打たれるとするか。私もやってみようかな。ストレアはチャレンジ精神旺盛だよね。だって楽しそうなんだもん。実は僕も挑戦してみたいなって。俺もやってみるよ。何が得られるのか気になるしさ。よし、それじゃあ滝行を開始しよう。くわー、冷てー。これはかなり来るな。やけに水が冷たくないか。やっぱクエストだけあって簡単にクリアできないようになっているんだよ。これでリスの言うように何時間も打たれないとクリアにならないなら地獄だぞ。正直俺だって限界は近い。でも俺は辛く苦しい試練の先にある未知なる感動をこの手で掴み取りたいんだ。言っていることがかっこいいのか悪いのかよくわからないけど、とにかくすごい闘志は伝わる。ここまで来たらクリアまで頑張って。早く打ってこい。な
何？なんか降ってきたよ。何これ、タライ？確かにタライにそっくりだけど、これは盾だな。え、もしかして幸運が降ってくるっていうのは幸運が降ってくると思ったらタライが降ってくるなんておい笑うなよまあまあ、レア度が高いかもしれないじゃない。ちょっと見てみるか。完全に寝た装備だね。あれだけ滝に打たれて辛い思いをしたのに。もしかしたら落ちてくるものがランダムなのかもしれないわよ。試しにもう一度やってみない？やらないよ。おい、このタライを置いていくのか？ああ、いずれ時間が来て消滅するだろうけど、そうして置いてあるうちは新たな被害者を生まなくて済むだろう。いいこと言ってるけど閉まらねえな。分かってるから言わないでくれ。
ち行くぞ。はっ、回復するね。
せて。